はい、ここはトーレス通りですね。今日はラーメン神田さんという日本食屋さんに、取材しに行きます。ご飯を食べに行きます。ここから入っていきますね。もう JP ローレルとトーレス通りをの間を、JP ローレルからトーレス通りに入ってきてすぐ左手に入る場所です。はい、車でいらっしゃる方はこののれんがかかって白い提灯がかかっている場所がラーメン神田さんですね。はい、駐車できるスペースはいろいろとあるので車で来ても大丈夫ですね。本日はですねラーメン神田さんというダバオの日本食屋さんに、来ています。こちらのお店のオーナーの方がですね私のチャンネル見てくださっていて、うちのお店来てくださいということなので今日はお言葉に甘えてお邪魔しています。今ニューノーマルの中でこういったアルコールの消毒もありまして、ここで消毒をしてからマットもありますね。でこちらで出るかなこれで消毒して入ります。それでは中に入ります。お店の中の様子です。日本っぽいですね。で、あちらで料理を作っています。メニューはあちらにありますね。こういった内装になってます。で、椅子にはバッテンがついていて、正面同士では座れないように工夫がされています。このロールと餃子、そして餃子と唐揚げセット、私はこちらの唐揚げが大好きなのでいつも楽しみにいただいてます。本当に美味しい唐揚げです。餃子も美味しいです。じゃあ餃子いただきます。こちらの餃子多くの方に人気があるそうです。私も大好きです。美味しい。パリッと揚がってて餃子の風味が美味しいです。そして私はこの唐揚げが本当に大好きでいつも唐揚げいただいてます。マヨネーズがあるんでマヨネーズつけていただきます。うん、この味付けが抜群です。揚げ方もバッチリです。この唐揚げと餃子本当におすすめです。ラーメン神田さんサーモンロールですね。こういうのフィリピンの方も大好きですね。美味しいです。おすすめです。チャーシューラーメンです。ですよね。この麺はいつもマニラから取り寄せてるそうです。美味しいです。ダバはなかなかラーメン屋さんっていうのがですねないので、こうやって本格的なラーメンを美味しくいただけるラーメン神田さん本当ありがたいですね。なので日本人の方、フィリピン人の方もぜひ本格的なラーメン食べたい方はラーメン神田さんにお越しください。こちらのチャーシューもすごい美味しいです。はい、こちらのラーメン神田さんのご主人、オーナーの神田さんです。で、奥様です。こんにちは。じゃあ、今日はありがとうございます。いいよ、本当に美味しい料理をいただきました。じゃあ最後にですね、一つオーナーの神田さんに聞きたいんですけども、はい、このラーメン神田というお店をなぜダボに作ったか、ぜひお話しください。あ、なるほどですね。はい、なぜそうですね。東京に、いろんな昔からの仕事の仲間がいて、はい、私はフィリピンで妻と住んでいて、フィリピンで飲食店をやりたいですという人がいたんですよね。はい、で、当然最初はマニラとかセブで、やりたいみんな思うんですけど、実際行ってみるとたくさん、それこそ一風堂さんとか大手がいっぱいいるんで、で私ダバオに住んでる、なので町田さんのチャンネルをご覧の、ダバオに住んでる日本人の方は、ぜひ一度、ラーメン神田に来ていただけると、
大変助かりますとかありがたく思ってますし、毎日美味しいラーメン用意して待ってますので、ぜひよろしくお願いします。はい、メニューも後ほど別で載せますけども、ラーメン以外でも美味しい料理がたくさんありますので、ぜひダバオにお越しの方はですね、いらっしゃっていただければと思います。はい、じゃあ生産品Hi, I'm from Japan for authentic Japanese cuisine. Thank you. Thank you. Hi, now,店内でも食べれますので。はい、じゃあ6月16日から客席を再開してますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日は本当にどうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。